親子チャンネル。今日もめちゃくちゃいい天気。お茶の時点で増やした女なのThank you.
美味しかった。まだまだ明るい時間なんですけど、早い時間にやってるお店2軒目に行きたいと思います。今回は熊本名物を回る旅で、前に行った好きなお店も回りつつ熊本グルメを楽しみます。熊本城が見えるお店で出た。熊本の梨の味が甘いです。でも
ちょっと新しいんですよね。ないタイプの出したなもの。
感じですね。はい、ちょっとリピートのお店多めだったんですけど、美味しいものが次々出てきて、締めにラーメン食べようと思ったけどお腹いっぱいになってしまいました。もう幸せの重みです。ちょっと伝わるでしょうか。今回も熊本の飲み歩きは最高でした。これからも熊本に飲み歩きに行きたいなと思います。ちゃんと夜の間に来れました。熱々だ。お店の方おすすめの紫芋、めちゃくちゃ美味しい。綺麗。エビもでかいし、醤油美味しいです。はい、あやっ美味しいです。全部美味しくて感動してます。お高いでしょ。全然高い。高かった、やっぱり。どうしよう、もう何もないんですよ。何でもいい。1回ぐらい練習したことあるでしょ。いや、本当にないんですよ。なんで、何が多いの。ありがとうございます。違った。熊本動画が一番酔っ払っているんで、本当に。飲んだ瞬間に喋るの自体は本当にもういつでも大丈夫です。やっぱひょうたん美味しいですね。でもひょうたんって持って帰れたりします。まず今日の生配信に食べたいなっていうのと、お土産であげようと思って。本当ですか。ちょっと撮ってる。家の気分でこれ普通注ぐ。
自分ですごかったと思って勝手にすごかった。やばい、食べました。アスパラ重圧してこんな曲が流れてると切なくなります。はい。私一押しなんですけど、どうかな。直感がすごいいいですよ。多分乗せれないと思うけど熊本のキャサリンズバーとかさっき言ったチキチキとかを教えてくれた方がいなくなってしまったので紹介してくれたお店に行ってちょっと悲しくなってしまった。でも食べてみてもいいね。めっちゃ美シアゴチャンネルを知って来てくれてて、私が入った後もシアゴチャンネル知ってくれてる人が来て、いや相変わらず大根の唐揚げはめっちゃ美味しかったです。また行きたいな。なんかお土産のお酒もいただいちゃいました。これ見た目じゃ伝わらないかも。コメントで、ね、はい、ラーメン、この先輩の人もな熊本での飲み歩きは本当に本当に最高でした。では最後まで見てくれてありがとうございます。また最後までご覧いただきありがとうございます。これからも更新していくので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。